はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、キャンプの時にポリプロピレンのボックスが2つうちあるんですけど、うん、はい、全部、キッチン用品を入れてるんですね、うん、で今までは多分動画で見てる方は分かると思うんですけど、直接というかその上にあの敷物を敷いて、うん、その上にポリプロピレンを、まあ、置いてる感じにしてたんですね。もともとそのなんか台は欲しいなって思ってたんですけど、はい、なかなかいいものが見つからず、はい、DIY できたら一番いいなと思ったんですけど、タイミングが合わず、はい、でやっと車を買ったっていうので、だいぶこう入れられるスペースも出てきたので、うん、はい、まあ、ここで DIY してその棚を作っていこうかなと思って、はい、今日はそちらを作っていこうと思います。一応ポリプロピレン用 の, あの台と、うん、あと、まあ、簡易テーブル、テーブルではないな、2段の棚、うん、そう、まあ、買えば1万円ぐらいするような棚なんですけど、うん、まあ、調べたらね、うん、それをまあちょっと簡単にね作ってみようと思います。はい、まあ、DIY なんで、はい、自分たちのちょっと好きなようにいろいろやってみます。はい、はいはい、それではですね、これがあの今回購入したものなんですけど、うん、1x6 の SPF 材を2枚、はい、2枚ですね、うん、であとあの8部の3メーターのもの、はい、だから8部だから3×24mm の、 あの杉板ですね、うん、1枚だね、1枚、はい、購入しました。でですね、おお、何、めちゃめちゃでかいスズメバチが、そうなの、ほらほら、あ、ほんとだ、めっちゃでかいじゃん、んでしょう、ちょっと見てみよう、あ、ちょっと待って、そのまま持っていけばいいや、え、だって見えちゃうじゃん、こっちが、めっちゃ、お、わわわ、待って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 、これ危険だよ、おー、わー、すげー、怖っ、でかっめちゃめちゃでかかった今、あいつ目の前に来た近づかない方がいい、威嚇されるよ、ほらほら、来た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 、怖い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 、でか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 なんでそんな威嚇してんの、めっちゃ私たちの周り飛ぶじゃん。木材はですね、この3枚で、うん、はい、であとですね、長板を4つと、あとタッピングビスですね、はい、うん、これはこれ用のビスになります、はい、でこれは、ポリプロピレンの台に使うものです、うん、でこの2枚をポリプロピレンのサイズに切って、うん、で、あの長板でこういう風につけてね、これを折りたたみにしようかなと、はい、こういう風にね、はい、持ち運びしやすいように、うん、っていう風に企んでます。はい、ね、あの今回、うん、この DIY をするにあたって、うん、あのちょっと必要なものというか前々から欲しかったんですけど、はい、まあ、北のサンダーを購入しました、はい、でうちにですね、あのサンダー実はあるんですよ、あるんですけど、あの回転式のやつなんで、うん、木目に対してさ、あの木目方向にペーパーをかけてやった方が綺麗に仕上がるんですよ、うん、このやっぱり木はね、うんうん、でそれに対しても回転だとすごい傷が入って、うん、あの色を塗るとね、その傷がなんか出てきて目立つのよね、うん、で前々からも欲しいなと思ってて、今回もう思い切って購入しました、はい、どうせあの車の DIY とかでも結構使うと思うので、そうなんですよ、で、まあ、長い目で見てね、良かったのかなと思います。そう、今買わなくても絶対どっちにしろ買うよって言われたから、そうそうそう、もうちょっと渋々買いました。渋々、かなり渋々中に入ってんのがダストバッグと、うん、これをここにつなげるんですよね、ここにあの粉塵が溜まります。付属品が一応ペーパーが何枚か入ってます。あ、入ってんだ、入ってるんですけど、うちはね、ちょっと粗めの買いました。もう粗めだけで多分いいと思うので、うん、まあ、うちの場合はね、うん、あの、ガサツだから。うんうん、そうだね。うん、一応粗めだけ、400いくらだったかな、はい、買いました。で、これを使ってですね、一旦、あの、ペーパーをさーっとかけたりして、うん、まあ、色を塗って、うん、で、仕上げていこうかな。はい。それではですね、はい、このポリプロピレンのサイズですね、うん、
無印のものなんですけど、どんぐらいで作る？65センチだったら今この人差し指のこんぐらい。こう、ちょっと立てかけていい？うん。これを開いた時にこんな感じにできたらいいかな。こんな感じだと80センチだったら今こんぐらい。80センチぐらい？うん、だね。80センチぐらいかな。切ります。はい。組みつけましょうかね。うん。表がこっちか。これで。はい。外から10センチのところから、ちょっと目安で線を引くね。うん。で。もう真ん中は目剣でいこうかな。うん、いいと思う。でこれ支点じゃなかったからちょっと安かったよね。うん、安かった。本当は支点がいいんだろうけどね。うん、でも雨に濡れるわけでもないしいいかなと思って。やっぱ厚みがそんなにないから、うん、下穴をちょっと開けないと割れる可能性があるから、うん、ちょっとだけ下穴を開けようか。はい。どうやって真ん中ら辺に印をして、もうこれで。これ結構便利なんですよね。うん、カチャってすると付け替える手間がない。ああ、本当だね。うん、で開けます。はい、貫通してないように。お、ちょうどいいじゃん。ね。の、舐めそうだな。あんまり入れると。で、完成。こんだけ。いいじゃん。おー、いいね。いいよ、いいよ。すごい、すごい。簡単。パカッて開けて。あー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。で、うん。で、ポリプロピレンが2つだから、うん、これを2つ作って、はい、重ねて、うん、あの、もう、ロープで、100均のロープで巻いていけば、うん、ちっちゃくてコンパクトに持ち運べるっていう。はい。足は？足はですね、45-60 ね、うん、いう材料なんですけど、うん、これをあのこれの幅に切って、うん、こう置くだけに一旦しようかなと思ってるんですよね。まあ、これがもう足ですね、うん、ちょっと簡単すぎるんですけど、はい、でこれをもう広げてこうするだけです。一応あのマジックテープでこの足をつけようって思ってたんですけど、うん、まあ一旦これで使ってみようかということで、うん、ここにほらマジックテープをつけてさ、うん、でこっちにもマジックテープをつけてさ、うん、ずれないようにさ、ここにもこうペタってつければいいよねとは言ったんだけどね。マジックテープでくっつくから、もうちょっと足がこれをこうちょっと動かしたい時なんかはさ、うん、マジックテープでくっつけば、まあ、こうやって下もついてくるから同時にね。そうそう、はい、出来上がりました。2つですね。どうしてみようか。うん、こっちとこっちとこんな感じ。お、いいじゃん。いいかもね。うん、いいいい。めちゃくちゃ簡単な台だけど。はい、でもこんなんでいいんだよ。だよね。うん、汚れなければ。そう、汚れなければ。あ、いいじゃん、いいじゃん、バッチリ。ありがとう。
いいね。よかですよかです。つなげたらこんな感じです。うん、ここに2つね。そうだね。うん、いいんじゃないでしょうか。はい、汚れるよりは。よかった。下がね、うん、3メートル12センチある。うん、どうしようかな。そんなでもそんなランタンとかさ、うん、その使ったスキレットとか、うん、まあ、使わなくてもなんだけど、そういうのを置けるようにだからさ、うん、まあ、どっちかっていうとちょっとディスプレイっぽい感じ。1メーター50センチだとこんぐらい。そっちから下がそれぐらいでいいかも。下が、うん、下が1メートル50センチ、うん、上がもうちょっと1メーターぐらいかも。まあ、こう斜めになるじゃん、うん、斜めになるから長さは多分それなりに決まってくるんだよね。あ、極端にはできない、うん、極端に上が短くなると。こうじゃなかったじゃん。こうでしょ、うん、だからこうでも極端に上が短いと角度がめっちゃこうなるから、うんうん、だからそれなりの角度でいくんだったら、じゃないとこうこのその斜めの足を中に寄せないといけなくなるからさ、うん、だよね、うん、じゃあ下が1メーター50で、上がもうそれなりでいい。それなりでいい、うん、それなりでいい、うん、え、1メーター50も結構あるね。でもね、下がでしょ。下がでもありすぎな。でもこう斜めになってくると上は結構まだ狭いよ。ちょっと待って、でもちょっと待って、1メーター20でもよくない。1メーター50がまあここじゃん、うん、いや結構あるよ、1メーター50。そんなにだって、そんなに乗せるのないから、うん、逆に1メーターでいいかな、下が。あ、そうなの。うん、そしたら1メーターだったら分かんない。いや、1メーター20かな。微妙だね。いや、うん、だって1メーター50はちょっと長すぎるもん。こんなもんなのけ。まあ1メーター20から50の間で、うん、一旦じゃあここの角も切りしないといけないから、うん、角を切って足を先にじゃ作ってみようか。うん、これを定規にして長さを後で決めよう。うん、あ、いいよ、そんだけあれば。700と下から200。うん、うん、足はね、うん、あのこの3って呼ばれているものを使います。はい、家にあったものだよね、それね。うん、これは家にあったんですよ、うん、前買ってた余りですね。はい、こっちは35、うん、35ミリで、こっちが27ミリ、はい、で長さが、まあ、約2メーターですね。うん、うん、というのを足に使っていこうと思います。はい、700でもうシンプルに、うん、でもこれでもしちょっと下がったらさ、あのどれぐらい下がったっていうのを俺らが教えればさ、うん、これを参考に作る人はもうそれを見越して伸ばしてくれれば。ああ、そうだね、いいよね、うん、一応じゃあ700で、あの上が来るように、うん、もう上は全然出ないってことだね。じゃあね、上の段から上は出ないってことだね。いや、この分が出る。ん、これは出るの。出るよ。あ、違う、それは段でしょ。この柱は出ないってことでしょ。上の段が出るよ。あ、出る、出るよ、出る出る。あ、そうなの。うん、斜めにして、あ、多分ね、あの構造が分かってないと思う。分かってないよね、うん、これが足ね、うん、足で、まあ、ここがまだ切ってないんだけど、うん、一応一番上、ここの線が、うんうん、はいはい、足が立った時の一番上の線で、うん、で、ここの下に、これの受けが来るのよ。で、足を、これ今横から見てる状態で、うん、テーブルがここに乗ります。はいはい、ね、うん。テーブルが乗るんだけど、うん、今回うちのは、足をこうハの字にして乗せるタイプなんだけど、うん、ハの字にしたその足のなんていうかな、この倒れる力を使った足、うんうん、なんかここにこの受けを置いてテーブルをこういう風にやって、うん、でこの足をこう斜めにするわけ、うんうんうん、はいはい、すると、うん、ここの角とここの角にこいつがカツって挟まって止まる仕組みなの。
おお、すごい。うん、固定されるんだ、それで。そうそう。それでガチで固定されんのよ。はいはいはい。だから今のこの寸法で足のこの倒れ方がこう変わってくる、ほら。ああ、そうなんだね。だから足をこんぐらい倒そう。足をどんぐらい倒すかによって、もうここも結構好みなんだ、うん、なんだけど、うん、この下の受けの位置が変わってくるわけ。ああ、そうだね。そうそうそう。お、ポツポツ気出した。ね。あ、来た。ちょっと待って。ストップ。あお。あんまりこのあの直角垂直に近いと、うん、多分不安定になると思うんだよね。うんうん、だから若干この寝かした感じがねいいと思うんで。角度的にはこんぐらいがいいかな。もうちょっと寝かしいかな。こんぐらい？うん、そのぐらいいいかもね。じゃあこれでここに印をして27ってね。でこことここに3が来ます。はい。で下も下から200だったよね、うん、20センチのところに来てほしいらしいので、ここと向こうにまた3が来ます、うん、であとこれと同じぐらいの幅を取っていれば同じ角度で収まるんですよね、多分34ね、うん、上と下と同じ、ね、そうそう、34のところに印をして、でここからまた材料が来ます。27でここにまた3が来ます、はい、1,2,3,4 本こう3が来ますね、うん、でこちらも右習いで、それをじゃあ4本作るんだよね。そうそうそう、全部でね、うん、揃えて、うん、同じように、こっちの横の長さは、うん、あれよりちょっと広いぐらいにしようかな、この板の幅。あ、これこれこれがここにさこう来るわけじゃん、うん、ここね、うん、1センチぐらいこれより広ければ入るよね。23センチぐらいにしとく。何が？ああ、ちょっとわかんない。そういうこと、うん、これがこういう風に厚になるわけじゃん、うん、ここのこの幅ね、うんうん、ここの幅ね、うんうん、ここにこれがこう入るわけ、こういう風に、こうなるでしょ、うん、であんまり近いと多分入れにくいから、うん、ちょっとこう余裕を持ってあげた方が、両サイド5ミリぐらいずつ、うん、そうだね、そうだね、うん、ね、うん、そうだね、うん、5ミリぐらいずつかも。見えてる？うん。いうふうにしようか。はい。こういう場合はね、こうやって計算してもいいんですけど、うん、ここをね、もう18に、ここがね、うん、18に合わせて、こっち側を読むだけでいいんだよ。いや、普通だったらこれに足し算するじゃん。うん、18ミリ長くしたいんだったらさ、うん、それよりも18って長くするのが分かってたんだ。こっちを18に揃えて、うん、メモリをさ、うん、でここを見るだけでいい。232で切ります。はい、232。スライド丸の子、うん、チューンチューンって打ったあれさ、持ってたよね、うん、どこやったの？助かったよね。あったよね、うん、あ、もうでも中華振り出した。マジ？もうポツポツ来てる。急ピッチでお願いね。はい。テレレッテ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 レレッテ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 レレッテ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 レレッテ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 レレッテ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 レレッテ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 
てっ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 て元気が出る風も出てきた、したぞこれ。来るぞこれ。うん、来るよ。あ、あっちもう割って降ってる。あ、ダメだ、一旦片付けようか。マジ？ちょっとこっち寄ろ、軽トラ降り出しちゃった。ギリギリセーフ。あー、これはちょっと一時山なそうかな。めちゃくちゃ降ってきた。ほんとよ。はい、というわけでもう雨はやみそうになかったので、ちょっと1時間半ぐらいかな、今休憩したんですけど、もう上にタープを張って続行することにしました。おおよそまっすぐして約4ミリぐらい、ちょうどいいのかった。うん、カチ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 閉まっていくの、それ。そうそう。でこれでだいたいこっちで深さを揃えました。揃えましたじゃねえや、だいたい3ミリか4ミリぐらいかな、深さがね。うん、でこれで勝てれば取れるからね。そうなんだね。うん、はい、上手。これがここにこう入ります。入ります。入ります？入ります。入ります？入ります。入ります。入りますね。入りますよ。入ります。はい。こうやって入ります。うん。ちょっと旦那が頑張ってる間に私の愛する多肉を見に来ました。じゃん、かわいいでしょ。早く多肉動画もあげたいんだけど、まだなかなかねあげられないところです。かわいい、見て、めちゃめちゃ可愛いでしょ、ね、私の今の楽しみ、多肉ちゃん。はい、出来上がり。ただつけていくだけ。はい、上手だね、綺麗だね。うん、上手。うん、色塗るなら先にペーパーをかけてもいいんだけどね。ペーパーをかけよう。ペーパーを。こっちは色を塗った方がいいかも。うん。それでは、ペーパーをかけていきます。うん。サンダーでね。はい。で、まあ今から使うのは、嵐上げ用の WA60 というものですね。はい。で、こうやってパチンと、これでここを押すと、高速じゃん。いいね。完成。はーい。あ、全然違う。肌触りが違うでしょ。うん。積もない。これ結構前に買ってまだ使ってないよ、ほら。え、大丈夫？初めて使うやつだ。そうなんだ。何のため買ったの？知らない。結構お前多分何かやる気を出して買った方がいいけど。そうそう、だったよね。うん。一度も使って。え、これこのままいいの？いよいよ。こんなもんなの？うん。はい、こんな感じですね。え、もうちょっと。これ人気だもんね。そうなんだ。うん。え、これでいいの？いいよ。こう。うん。これでいいの？そう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 。
この間も。いや間はいいと思う。いい、うん、あ間違う、ここの切ったとこでしょ。そう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 、切ったとこ。うん、はいいかも。最初はこう薄く塗った方がいいのかな。あ、それ濃い濃い。濃い濃い。あんまり濃い。濃い、もう薄く薄く伸ばしていって。今じゃこ瓶でこの16本全部塗り終わりました。うるさい気、うん、かなりね。でタオルで拭き上げをしたね。一回塗りです。はい、でこれはあのネジ用の下のを開けていきます。どれ、あ、そっち、うん、はい、ビスで留める用の下のをね。これだったらそんな目立たないかなと思って。ああ、ほんとだね。ね、ちょっとかっこよくなるんじゃない。そうそうそう、かっこいいでしょ。うん、これでならいい、ね、うん、こんな感じでね。うん、とりあえず足ができました。はい、こんな感じで、うん、いい色になったね。いい色になった。もうちょっと広げてみて。じゃあ、あとは天板の長さ、これに、これからまだ20センチぐらい伸びるからだよね。いや、そんなに広くなくていいわ。そんな、うん、そんぐらいかも。あ、うん、下が下が、うん、1m60cm。 うん、で一回じゃあ切って入れてみようか。うん、どんこう打てる。おお、すごい。こんな感じ。はいはい、カツってなったじゃん。なんなら上ちょっと乗せてみようか。長さは揃えてないというか、まあ、あ、でもちょうどいいぐらいじゃない。うん、いい感じの長さにはなってると思うんだけど、もうちょっと短くてもいいかな、ちょっとぐらい。本当だ。すごい、こういう感じ。あ、全然安定してる。おお、すごい、ね、うん、まあ、これもやっぱ一緒ぐらい、130ぐらい。うん、でも組み付けるときは毎回違うってことになるんだっけな。うん、まあそうね、印をしなければだよね。うん、まあ、もう昨日ね、まあ、最初こうさ、ここを押すんだけどさ、こうやって、うん、大体こう面で当たってる場所があるわけ、うん、でそこを意識しながらこうかけていく。塗った方がいいかな。どうやるの。どうなんだろう、見栄え的に。
OK。出来上がり。完成しました。とってもいい感じにできた。これプレナーをかけてもらったんだけど、うん、ホーム店で、うん、多分葉が欠けてたね。ここ溝ができてる。あ、そうなの。うん、ということで今回は棚を、キャンプ用の棚を作りました。はい、すごくいいと思うんだけど。いいよね、うん、自分たちで作ったにしては、まあ、自己満足度がすごいんだけど、うん、まあ、途中雨も降って一時中断したところもあったんだけど、うん、まあ、なんとかタープをして最後まで作り終わることができました。で今まで本当下に置いてたから多分これがあるだけで全然違うと思うんだ。違うかもね、うん、安定感もすごくある。うん、あるある。で、そんなにいろんなこうなんちゅうの難しいようなことをしてないから、うん、あなたはね確かに確かにだけど、うん、そんな凝ったことしてないじゃん。そうね、うん、作り的にはシンプルだよね。そうだから多分 DIY で日曜大工でしようと思えばできるんじゃないかなって思います、うん。でこっち あのポリプロピレンの台も結構まあいい感じですね、うん、まあ、これでもこいつ汚れないし、うん、ね、ほんとこうシンプルな作りだけど、そうそう、ここにもあの根だっていうのを置いて、ただあの折りたたみの板を引いただけです、はい。今回の動画が良かったら、はい、いいねと、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about her next day. It was easier then, so much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to the